バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターの陽子です。今日は陽子のお誕生日ということで、今夜のバニラスカイ、私の両親に感謝の気持ちを込めてお届けしたいと思います。実は昨日は陽子のアコースティックライブ、バースデーイブライブを開催いたしました。いらしてくださった皆さん、ありがとうございました。サウンドプロデュースでお世話になってるギタリストのイッシーさん、そしてピアノの北園真由美さん、お二人のおかげで昨日のねライブ開催することができました。本当ね、お二人のお心遣いと言いますか、もう愛情がなかったら開催できませんでしたので、本当感謝です。ありがとうございます。私ね、もうお二人愛情たっぷりで演奏してくださりますので、もうね、幸せすぎて私自身が楽しすぎたライブになりましたね。まあ、いつもなんですけれどもね。ではね、今日も愛情たっぷりの陽子ですので、今夜は皆さんに1曲目、さっきね冒頭でちょっと両親に感謝の気持ちを込めてというテーマを設けておりましたが、うちの両親はいつも仲良しでイチャイチャして、もう私ね、憧れと言いますか、大好きでしたね。その2人の背中っていうか、向かい合ってる視線が。なので2人にぴったりの曲を1曲目お届けしたい。そして私からのプレゼントとして、皆さんにね、皆さんが大事な人とハッピーでありますようにという思いを込めてお届けしたい、スイーティーという甘い甘いラブソング、お聴きください。愛してる、ずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せる知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね、早く来て、愛してる、ずっとずっとあなただけを思っていくの、手と手合わせて生まれる幸せを守り続けよう、愛してる、ずっとずっとあなたに愛されて強くなる、この世界ごと守れちゃうくらいに、愛してる、めっちゃ甘いスイーティー、いかがでしたか？もうね、愛してるっていう言葉とか、ありがとうっていう言葉、歌詞に入れるときは、私すっごくね、こう考えるんですよ。常日頃ね、私こう日常生活で娘に愛してるよとか、ありがとうとかね、欠かさず
もういっぱい浴びるほどこう伝えてるんですけれども、もちろんね叱りますよ。多分ね厳しいから怖いって言われると思うんですけど、それだけじゃダメだし、もちろん甘いだけでもダメだし、だけどねシングルマザーだからねやっぱりね甘いのかなって思うんですよね。最近先週までもねこうラジオにもお邪魔してましたうちの姫でございますが、今週もねハッピーバースデー歌うよって言ってくれてたんですけれども、もう新学期が始まっちゃってね、もうやっぱり忙しいですね。子供ちゃんたちってほんと忙しいよね。もうね感心するもん。で学校がさ、学校がこう小学校から中学校になって、中学生から高校生になってて、もうどんどんさこう荷物も重いでしょ。で移動距離も遠くなるじゃないですか。お利口よね、あんな重たいもの持ってさ。もう自分たちも20年前、私は20歳の時にママになったのでね、20年前してたのかなっていつもこう思い出してみるんだけど、まあもう記憶もね薄れていますし、そして今の子たちはどうだっていう言葉あんまり好きじゃないけど感心しますよ。私はもうね、今の子たちはっていう言葉を私が使うならね、パソコンは使えるし何でも作っちゃうしね。うちの子はクリスマスと誕生日以外はプレゼントを買ってあげないようにしてたんですよ。おもちゃをね、おもちゃを買ってあげないようにしてたんだけど、自分でこうおもちゃを作ったりするのはね全然こうなんていうの、応援してたので、折り紙いっぱい買ってあげたりとか、ハサミとかも早いうちにね危なくないように見守りながら扱わせたりしてましたけど、今の子たちね推しっていう言葉ありますよ。アイドル好きなグループをねみんなそれぞれに持って推してるんですよね。でさ、そのグッズとかもさ自分たちで手作りするでしょ。私そんなことしていいのかなと思いながら、まあでも鑑賞用みたいなのでね楽しく見てますよね。で ガチャとかでさ、こうガチャガチャっていうんだっけ正式名称、そういうのでさこう撮ったものとか写真とかさこう買ったりするみたいだけど、まあ、キーホルダーが壊れてもねすぐ直すのよね。めんどくさがらないわけ、何かこう作ることも直すことも。だからうちの子はこの間はねベッドは私たち家族が作ってあげましたけど、三段ボックスとかこう何でももう本当にね何でも作る子よね。まあ感心する、本当に女の子とか男の子とかも関係ないのよね。みんなこう自立しててさ、お利口さんよねって本当に思う。でね、私の親友のひかちゃんの息子たち3歳と1歳のこうすけくんとそうすけくんがですね、電話をしてた時にね、地元志布志にいますので、あ、そう、沖縄の方、志布志っていうところはですね、私の生まれ育ったとっても素敵な町で、で、鹿児島市内から、まあ、車で2時間ほどかかります。でね、やっぱりお家の周りは畑とかでね、まあ、うちの周りもそうなんですけどね、実家の周りもそうですが、本当ね、自然豊かなんですよ。もう沖縄もう栄えてるとこ栄えてるじゃないですか。もうしぶしはねゆったりした町で、私大好きな自慢のふるさとなんですけれども、そこでねこうちゃんとそうちゃんがね叫んでたんですよ。もうね可愛かったよ。電話越しにね友達ひかちゃんと話をしてるんだけど、あーって叫んでね、そのこだまする音が聞こえるわけ。あーいいなーって、なんかさ私も家かこう今車の中かっていうことが多くて、もう車の中からさ今年の桜も見てて、お花見もしたかったけどね、大事なお花見はできたんですよ。両親とね 3月に桜を見ることができました。もう人生でね一番思い出深い桜花見だったと思います。今年の3月の花見はね、花見っていうか桜を見た瞬間はね。でね、そういうこともあったんですけど、お花見には行けずに、でね、もう車の中からね、娘とね、いつも見ててさ、あー綺麗だね、綺麗だねって言ってさ、もう鹿児島はそんなにこうお花見をする人もいらっしゃらなくて、
まあ、全国ニュースとか見てると皆さんね、もういろんな何かがこう外れたようにね、自粛しないみたいな、なんかまあみんな人間なんだなっていう価値観でね動いてらっしゃいますが、まあ私はね結構保守的とかじゃなくてね、なんていうのかな、こう自分ができること、プライベートでできることで、まあ仕事でねできることはちゃんとね、まあ守ってやっていかないと、もうこれからの時代ずっとコロナウイルスとはね付き合っていくんだろうなと思ってるからですね。なので、まあ皆さんいろんな価値観があると思うんですけれどもね、そうそう、ぜひ皆さん体を大事にねお過ごしくださいね。そうでね、都会とか、まあ私地元をちょっと田舎っていう感じで表現してたかもしれませんけど、まあね鹿児島の市内もねだいぶこうゆったりできる場所があるんです。都会かって言われたらそうじゃない、だから大好きなんですけれどもね、鹿児島市内もね。まあでも東京を見てるとさ、やっぱり四角いなとか狭いなって思うんですよね。ちっちゃい場所だなってね。だから私は東京は東京で好きだけど、この自然満喫するのが大好きっていう、まあ、アウトドア派なのでね、こう見えてこう聞こえてなので、私こう自然にね、この誕生日今日はたっぷり使ってるはずですね。明日まではもう誕生日にかこつけて自然にたっぷり使いまくっていろんなパワーを吸収して、でね明後日からまた動き出したいなと思ってます。皆さんもね、誕生日、両親に感謝する日、そして自分を大事にしてあげる日としてね、ぜひ新しい価値観で、私とね同じ価値観の人は、あそうだよねと思っていただきながら、これからもねお誕生日過ごしていただけたらなと思います。ではね、先ほどちょっとコロナのことを自分の価値観含めましたけど、このねキス&ハグっていう次お届けしたい、皆さんにお届けしたい曲はね、コロナの自粛生活の中でね、見えたものがある皆さんにはこうなんていうのかな、共感していただける楽曲じゃないかなと思います。そして私の母がね、もう冒頭の歌詞をいつもね、もう金太郎雨の歌だねって言って笑ってくれるので、もう歌詞がねどこを切り取っても隙がいっぱいっていう歌詞でね、もうまさしく私たちのね日常を語ってるつもりだったんですけれども、金太郎雨と言われたら、まあ金太郎雨のね曲なんでしょうねなのでぜひこの曲も両親に、もう両親のねこう日常にもぴったりなんだろうなって、だからお母さんこの曲口ずさんでくれてるんだろうな、ありがとうねっていう思いでね届けたいと思います。では皆さん大好きよ、キス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう、
で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろうみんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しくてたまらない守り抜きたいよ特別な いつもありがとうこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな僕らを奮い立たせる愛言葉は世界を変えていくために必要な愛皆さんに最後にお届けしたい曲はファーストシングルよりアンフィニッシュドストーリーです。この曲はね、いろんなご縁を私とつないでくれた、紡いでくれた大事な一曲です。この曲のギターソロってもう私は完璧だと思ってて、サウンドプロデュースでお世話になっている石さんのねギターなんですけれども、でね、私の陽子のね楽曲のこだわりはやっぱり石のギターなんですけど、私の父がねギターも大好きで、もうベースとかドラムとかも演奏できる人なんですけどね、その父がね車に乗りながら私の曲のギターソロを口ずさんでくれてた時は、ああこの仕事できてよかったなーって本当ね、いろんな方に感謝できた瞬間でした。なので今夜はね、もう私のこのありがとうを込めてぜひお届けしたいんですけれども、そのギターも注目してくださいね。ではお聴きください。アンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさその笑顔の中に秘めた強さ惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心満たされる
このバニラスカイ、皆さんからのメッセージやリクエスト大募集してます。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。あっという間に今夜も皆さんとまた来週の時間がやってまいりました。ぜひね、 FM ギノワンのラジオ面白い番組たっぷりありますので、他の時間もお楽しみくださいね。
では皆さん、今週も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように。そして今日陽子はここに存在できている意味がね、これからもちゃんと発揮できるように歌い続けていきたいなと思います。そしてパパママ二人が愛し合ってくれてありがとう。では皆さんにとってめちゃくちゃハッピーな一週間でありますように。一緒にバイバイハッピー。